こんにちは。こんにちは。はい、公民館サービスの池間さんのりです。水垣ひろみです。はい、今日の動画はパートナーシップについてですね。ダブルトレーナーでワークを作るっていうことになると、どうしてもパートナーシップっていう要素になりますからね。欠かせないですよね。お日にワークは日常ではないから、そこで練習ができる場所なんで、そうですね、バディを組んだり、あるいはそこで関わっていくことで、異性の誰かとも絡み合いだったり、まあもちろん同性同士でもいいんですけど、いろんなテーマで絡み合っていく中で、直接自分の身内じゃない人と関わり合いをすることが練習になるから、そこで練習できた絆が日常で発揮できるような場になるってことですかね。もうコミュニケーション能力は飛躍的に高まると思います。何を話したらいいかとか、どういう気持ちを自己開示したらいいか、みんな自己開示が中途半端だから本当に言いたいことが伝わらないんですよね。でもちゃんと最後の最後まで、恥ずかしがらずに、それから怖いのを超えて自分の気持ちを話すと、最後の最後は愛しかないから、そんなに悪いことにはならないと思うんです。そうですよね。今の話聞いてうちの夫婦のもテーマじゃないかと思いましたけど、それでなんだっけ、そのだから、あ、そうですよね。恥ずかしさ、今恥ずかしさがいっぱい出てきましたね。本当にコミュニケーションするのに最後まで伝えるといいところにいてきている人もいれば、僕みたいな恥ずかしさをまず超えていくところにいる人もいればと思うんですけど、僕ね、いずれにしても思うのは、結局パートナー、この人とパートナーシップを組もうっていう話が、まあそれは恋人や夫婦でもいいし、仕事でも同じじゃないですか。仕事でもパートナーシップでも一緒なんだけど、この人とこれとパートナーを組むっていうことだと思うんですが、この仕事をやりきるとか、この人とやりきるとか、そういうコミットメントってすごく大事ですよね。そうそうね、僕ね、蓄積して長い付き合いだと、仕事でも夫婦でも長い付き合いだからこそ諦めちゃったり、燃え尽きちゃったりしてるところはあるんですが、長年やってきた実績、積み重ね、それにプラスしてこれをやり続けるんだっていうものがあると、その長年やってきたからこそ通じ合うものがあるっていうことがすごいこう突破口になるような気がするんですよ。そこを思い出していただけるといいですね。そうそうそう、絶対最初はロマンスがあったわけだからね。そうなんですよ、仕事もパートナーもね。そうなんですよ。だからこの5日間をそのもう一度コミットする、そのチャンスに変えていただけると嬉しいですね。また再出発が切れると嬉しいです。